こんにちは、野池です。今回は1回の充電でなんと1000キロも走れてしまうというマルシサイクルから発売されたリバイクという電動アシスト自転車をご紹介します。この驚異的な走行距離を実現しているのが太陽誘電が開発したフェリモと呼ばれる回生充電システムです。ブレーキをかけたり下り坂を走行したりするときにフロントモーターが発電してバッテリーに充電する仕組みになっています。この機能により電池残量を気にすることなく長距離走行が可能になりました。またコンセントでの充電頻度も大幅に減少するのでバッテリーの取り外し回数も減らすことができます。バッテリーは 36.3V、8.5Ah で、1回の充電でパワーモードで 100km、平坦モードで 500km、エコモードで 1000km 走ることができます。エコモードの 1000km もすごいですが、パワーモードで 100km 走れるというのも驚きです。充電時間は約 3.5 時間で、スタンド式の充電器を使用します。コントローラーはスマート LCD スイッチが装備されていて、ディスプレイで走行中の発電量や充電量、速度、バッテリー残量、走行距離などが確認できます。フレームはアルミ製です。タイヤサイズは26インチ、幅は 1.95 とかなり太めのものが装着されています。ギアはシマノ内装式の3速。ブレーキはフロントはキャリパーブレーキ、リアはローラーブレーキとなっています。ハンドルはステム一体型のセミアップハンドルです。ライトは砲弾型。チェーンガードがついているので、普段着でも安心して乗ることができます。積載重量27キロまで耐えられるリアキャリアは、子供の背にも対応したかなり頑丈なものが付けられています。シートはなんとセラロイヤル製、クッション性が高く、乗り心地がとても良いです。スタンドは倒れにくい L 型両立式です。その他、泥除けやサークル錠など普段使いで必要なものが標準装備されています。乗車可能身長は150センチ以上、車体重量は 24.7 キロとなっています。それではこれからリバイクに乗ってみます。セミアップハンドルになっているのでどうしても上体が起きた乗車姿勢になってしまいます。普段ロードバイクに乗り慣れた人にとっては少し力が入りにくいですが、フードデリバリーなどをしている人にとっては背負った料理が崩れにくくなると思います。走行感はかなりスムーズです。キャリアや泥除け、両立スタンドなど異音が発生しそうな部品がいろいろと取り付けられていますが、組み付けがしっかりしているのか安っぽいガシャガシャという音がほとんどしません。海外高級ブランドの E バイクとまでは言いませんが、少し上質感がある走りです。1000キロ走れるというエコモードはアシスト力は決して強いとは言えません。とはいえブリヂストン TB1E の一番アシストの弱いモードとどっこいどっこいなので、弱すぎるということもなく十分にアシストしてくれます。ペダルを止めた時の回生ブレーキによる減速が少ないので、むしろリバイクの方がよく進む感じがします。僕は回線がかかった時の減速感が好きですが、スッと走る爽快感を求めている人であればこちらをおすすめします。実際に乗車してみてリバイクは自転車の作りがしっかりしていて走りもスムーズに感じました。乗車姿勢が浮き気味なので、スポーツ走行というよりゆったり景色を楽しんだりフードデリバリーをするのには向いていると思います。いまいちだなと思ったことは
自転車の価格設定が高すぎるという点です。1回の充電で1000キロ走れる技術はすごいと思いますが、20万円超えは少し考えさせられてしまいます。とはいえ実売価格はそれなりに値引きされてますし、盗難保証もついているので、長距離サイクリングや自転車キャンプにチャレンジしてみたい方には買う価値があると思います。また丸石サイクルの方と少し話をさせていただき、どうやら派生車種が出てくるらしいことを聞きました。ただまあこれ汎用性というか、はい、一番真ん中のものを作ってるんですね。後からまあ小径のものを、まあ、例えば忙しいあのお母さんが、はい、月1回の充電でいいよだとか、で要するに遠くまでどうにかスポーツ乗りたいっていう、はい、まあ、7枚だとか、まあ、これをこの関係上ですね、あ前を増やすのはできないんでしょうけども、まあ、後ろ7枚とか、なるほど、でこれが一応なんて一発目のもの、もう少ししたら後からですよくよく見といてください、はい、期待します。話通り7段変速のモデルが出てくるのであれば発売が楽しみな1台です。e バイクや電動アシスト自転車を選ぶにあたり最も重要視することは1回の充電で走れる航続距離が長いことだそうです。そういった意味ではマーケティングに沿った自転車だとも言えるんですが、僕の経験上では300キロくらい走れれば十分かなと思います。それよりも航続距離を短くする代わりに軽いバッテリーを乗せて運動性能を高めたり価格を抑えたモデルも作ってほしいなと思いました。今回の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルでは自転車やアウトドアに関する情報を発信しています。よろしければチャンネル登録をお願いします。